オリンピックルールに準じました組手競技を紹介いたします。選手の紹介をいたします。少年男子組手赤、第3回ユースオリンピック日本代表中村虎太郎選手、はい、青、近畿高等学校から都道選手権大会統合戦第1位岩崎幸喜選手、少年女子組手赤、第17回アジアジュニアカデット大会カデット54キロ超級第5位大西大先生、はい、青、大阪府から都道連盟組手強化選手村上瑠衣選手。中段付きの中段蹴りは技ありツルポイントになります。上段蹴り一本は2ポイントです。続きまして少年女子組手です。先に技を取った方が先取を取り、引き分けの場合は先取を取った方が勝ちとなります。
Thank you.